リッチモンドアッポン、テムズロンドン自治区は、イギリスのロンドン南西部にある自治区で、アウターロンドンを構成する区の一つ。1963年ロンドン政府法により、設置された。ロンドン自治区の中では、テムズ川の両岸に面する唯一の区である。同区の紋章に、オールが描かれているが、これは、オックスブリッジの対抗レガッタ定期船、ザ・ボート・レースの終着点が、 テムズ川のモートレークにあることに由来している。クレーターロンドン内では、東側で、ハマースミスフラム区、ワンズワース区、南側で、キングストンアポンテムズ区、北側で、ハウンズロークと接する。西側では、サリー州に隣接する。以下、エリア内市地区、海地区国立物理学研究所が本拠を置くほか、旧ーガーデン、旧宮殿、リッチモンド公園、 ハンプトンコート宮殿、トゥイッケナムスタジアム及びトゥイッケナムストープ、ロンドンシティセンターなどの国内及び国際的な観光名所も要する。ありがとうございます。